ある日ネットサーフィンをしている時だった。低俗なワードで検索かけんな。こんな記事が目に留まりました。あーゼロサムの胸小さくなったって、発売当初結構言われてたな。ということで気になったので本日は、歴代のゼロサムのバストサイズを計測して比較したいと思います。あほくさ。まずどうせここの視聴者童貞しかいないだろうから、バストサイズの測り方を教えるわよ。流れるような視聴者ディスやめろ。胸の膨らみで一番高いところのトップバスト、そして胸のすぐ下のアンダーバスト、トップとアンダーのサイズの差がカップサイズになるわよ。この数値によって何カップに当てはまるかが決まるぜ。しかしゲームのキャラ相手にどうやって測るんだ。もちろん正確に測るのは無理だけど、真正面、横、真後ろの写真を撮って、そこからトップとアンダー一周分の差を計測しようと思うわ。正面の差プラス後ろの差プラス横の差2倍で算出ってことか。あとゼロサムの身長は SP のトレモルームで計測したところ、身長170センチだったから全世代この身長と定義するわ。思ったより普通だな、もうちょい高いと思ってたぜ。それではまず SP のバストサイズから計測よ。トレモルームの1コマは10センチだからこれを目安にするわ。正面はトップ24センチ、アンダー20センチで差は4センチくらい。後ろはトップ 27.5、アンダー 24.5 で差は約3センチ。そして横の差は 3.5cm くらいだから倍にして 7cm ということでトップとアンダーの差は 14cm カップサイズは C よりの B になるわね。ざっくりした計測だから C の可能性もあるが思った以上に控えめだな SP は。ということで次は403行くわよ。私への時点で目に見えてサイズが違うぜ。身長 170cm だから20分割してこの1コマを 8.5cm とするわね。正面はトップ 25.5、 アンダー20で差は約 5.5cm、 後ろがトップ26、アンダー23で差は 3cm、 そして横の差が約 6.5cm で倍にして 13cm よ。やはり横から見たサイズ差が SP とは全然違うな。403のトップとアンダーの差は 21.5cm。 これはEカップに相当します。うわ SP より2、3ランクも上なのかすげえな。そして最後に X0 サムを見ていきましょう。久々に X 起動したが全然顔違うな0サム。こちらも身長を20分割して1コマを 8.5cm として計測するわね。正面はトップ25、アンダー20で差は約 5cm、 後ろはトップ26、アンダー23で差は約 3cm、 そして横の差が約 6.5cm で倍にして 13cm。 X0 サムのトップとアンダーの差は 21cm。 こちらもEカップ判定です。わずかに4の方が大きいが誤差と言っていいレベルだな。まとめると歴代ゼロサムのバストサイズはこうなりました。 X から4は現状維持だったのに SP で一気に弱体化されてちょっとかわいそうだな。これにはゼロサムで抜いていた全国の青少年も怒りね。まあ巨乳キャラが DLC で3名追加されたからおっぱい干渉はそっちでという S 氏のメッセージでしょ。バカなの。ということで本日の検証はこれで終わりよ。ご視聴ありがとうございました。